バンラル八戸の選手のインタビュー、今週もお送りします。今週はこちらの方に伺いましょう。背番号とお名前を元気に自己紹介お願いします。ディフェンダー背番号2番の永谷清です。はい、よろしくお願いします。4月1日の水曜日の収録となります。元気ですか？あ、バリバリ元気です。あの港でおよそ70年営業されてきた食のデパート清が先月閉店してしまいました。結局僕1回2回ぐらい行ったぐらいでなかなか行けなかったんで、ちょっと心残りですね。急だったじゃないですか。本当に最後の方はもう常連の方々の予約がもういっぱいだったそうで、ね、八戸に来た当初は中谷清って名前見たとたあそこの清と同じ名前じゃんとみんな思いましたが、そこからちょっとね、あのみんな皆さん名前覚えてくれたので、どんな思いですか？同じ名前のお店が閉店してしまいました。愛着はあったっすね。なんで、ちょっと寂しいなっていう気持ちです。だって結構バンラーレの選手も行ってる選手多かったんで、行ってちゃんと挨拶したんですよね。挨拶したんですよ。同じ名前の清ですと。あ、言いました言いました言いました行った時ってどんな反応だったんですか？覚えてくれてたかどうか分かんないですけど、最初行って言って、そうなのって感じだった記憶はあるんですけど、結構前なんで、もしかしたらその一番のマスターの人ではなかったかもしれないです。もしかしたら。そうかそうか、残念ですね。はい、そしてコーヒーと、そして最近はお茶にもハマっているそうですが、はい、すごいですね。止まることを知りません、ね、結構今年は、まあ、僕影響なのか分からないですけど、はい、コーヒー好きが結構集まったんで、結構話するのも面白いし、入れがいがある。入れがいがある。バンラレは釣り部あります、はい、釣り部あります。ゴルフ部あります。ゴルフ部あります。近いし一人農業部長もいます、はい、コーヒー部は誰々ですか？コーヒー部はコーヒー部っていう言い方かどうかあります。最近は国領とかもコーヒー好きで、はい、で、あとこの前は何ところ、まあ、神とかもコーヒー入れてくれみたいな感じでこの前入れたんですけど、はい、まあ普段入れてるのはそのホズミとか、アキくんとかには、コーヒー結構入れてますけどね。この間外でもコーヒー入れてませんでした。はい、入れてましたよ。え、どこですか？あのなんかチームのインスタかなんか見ました。あ、そう、その時は国領と髪型に、でちょっとあの一平はあのちょキャンプ焚き火とかを結構用具揃えてて。ああ、そうなんですね。そうなんです。アウトドアがなんだ。で、まあ今の時期ちょっとあれかもしれないですけど、収まったらみんなで行きたいなっていう話はしてたんで、それのちょっとリハーサルみたいな感じで、言ってました。お家でまったりくつろぐのもいいですけれど、はい、外でコーヒー入れて飲むっていうのはやっぱ違うんですか？違うですね。やっぱり自然を感じながらで、ちょっと肌寒いとより美味しくあ、そうですよね、なるんで、やっぱ家で飲むより美味しく感じるなってのがあります。豆とか挽き方とかこだわりポイントは何ですか？最初は結構あの粉のままのやつを買っていることが多かったんですけど、もう最近は絶対さ豆を買って、で自分でその豆を引く機械を持ってるんで、電動の電動か。手でも吸うやつじゃないですか。最初はミルでやったんですけど、めんどくさくなって、こだわってるのかこだわってないのか。電動でやりだしたらもう一瞬なんで、でそれでやってて、最近はちょっとその入れ物とかもこだわりだして、ちょっと透明のやつに、ニトリとかで揃えて、ニトリか、ニトリもいいです、ニトリもいいです。統一させてっていうのを最近やってますね。最近のおすすめの豆種類は何ですか？スターバックスの、はい、東京ローストっていう新しい豆が出たんですよ。それは結構美味しいなっていう。
カルディの豆とかは結構、はいはい、ほぼ制覇したんですよ。あれは結構種類ありますよ。はい、ほぼ制覇して、うん、次どうしようかなってなって、ちょっとスタバにも手出して、はい、でちょくちょく飲むようになったんですけど。あの味の特徴やおすすめは。味の特徴ですか。はい、最初は結構あの苦め、はい、イタリアンローストとかが結構好きだったんですけど、だんだんそこからちょっとあのライトっていうんですか、ちょっと軽めの方にも今ハマってて、うんうんうん、まあ、カルディとかだとどれになるのかな、最近ちょっと気になってるのはパプアニューギニアのとかちょっと飲んでみたいな。すごい。え、一日の中で中谷選手はどんな時にコーヒー飲んでます？朝ですね。まず 朝、まず朝、うん、入れて練習前に車の中で飲んで、うん、ああいいですね、はい、飲みながらで、まあ休みの日はもう朝飲んで、うん、昼飲んで夕方飲んで夜飲んでみたいな。眠れますか？大丈夫ですか？いや全然寝れます、ね、あ、はい、そうなんだ。あの自分で味わう香り味を楽しむのと、やっぱりこう人にこう入れるっていうところにも何か楽しみを見出しているのかなと思うんですが、はい、そうですね、人に入れる方が楽しいですね。尽くすタイプですね、はい、かなりおもてなしするのが好きなんで。どうしてですか？どうして？どうして？うん、いや反応を見るのが好きかもしれないです。あ、このコーヒーは良かったんだ、このコーヒーはちょっと微妙だったのかなとか、うん、あの、あ、この人はこの味が好きなんだとか、多分人によって味覚が違うから、それを結構 見たり知るのが結構好きかもしれないです、うん、自分の中の価値観と違うものを持ってるから、はい、それをこうなんていうんですか、感じるのが意外と面白いっていうか、うん、マスターじゃないですか、ね、いやマスター清じゃないですか。お茶もハマってるんですか？お茶はちょっとコーヒー飲みすぎやなっていう時があった時に、はい、で結構真冬とかやったから、はい、あったかいのを飲みたいなって時に気軽に飲めるってなったらお茶かなと思って、うん、で普段あのお世話になってるご飯屋さんがあって、うん、そこの人に食後になんか煎茶みたいなのを出してくれて、その煎茶がめっちゃ美味しくて、ほう、でそこから、え、これ何なんですかみたいな、うん、普通のお茶だよみたいな感じだったんですけど、でもちゃんとその茶葉をこうなんかこう入れて作ってるから、はい、あ、そうしたら美味しいんだと思って、はい、急須とかをまたそれこそニトリで買って揃えて茶葉買って飲み始めたのが最初ですね。へー、うん、お茶とコーヒー相通ずる部分もあれば異なる部分もあると思いますが、はい、いかがですか？そうですね、お茶、まあ、体に良さそうっていう感じですかね、お茶何杯でも飲んでいいのかなっていう、うん、コーヒーだとなんか、うん、ちょっと気使うですね。コーヒーばかりでもね、ばかりでは何でもね、飲みすぎとか食べすぎは良くないですからね、うん、はい、そうかそうか。じゃあ今の清選手の中でコーヒーとお茶の割合は何なんですか？今全然コーヒーですね。あ、そうですか。全然コーヒーですね。そうです。昨日とか 4,5 杯飲んでました、ね。はい、あ、飲みすぎには気をつけてください。はい、はい、サッカーの話しないでもう10分ぐらい経とうとしておりますけれども、はい、まだ J3 開幕延期に次ぐ延期になっているわけですが、どうですか、チームの雰囲気などは。なかなか難しい状況だと思います、まあ、そうですね、モチベーション的には選手難しいと思うんですけど、うん、でもまあ監督スタッフ含め、うん、まあ、自分たちはやれる準備をしようっていうところにフォーカスしてやってるんで、うん、そこはまあバンラーレの強みっていうか、うん、全力で毎日やるっていうのは、まあ、常にみんな貫いてやってる雰囲気ではあると思うんですけど。清志選手自身は、僕自身はもう怪我を治すっていうことをもう全部集中してやってるんで、うん、もう一息二息ぐらいかなっていう感じが、まだちょっと遠いかな、そこがあとちょっとが遠いっていう感じで、うん、うん、もうちょっとって感じではあるんですけど、はい、
でもやっぱり選手である以上早く開幕してほしいという気持ちでしょう。そうですね、もちろんそうですね、はい、うん、なんかこう刺激がないっていうか試合が始まらないと面白くないですね、うん、